こんにちは、ベビーチャンネルです。今回はデコって遊ぼハローキティのハンドメイドケーキを紹介します。ハローキティハンドメイドケーキ、こんなに可愛いケーキが作れちゃいます。リボン型チョコ付き、チョコペン付き、裏側に簡単な作り方が載っています。今回はこれの他に生クリームとイチゴを用意しました。それでは早速作っていきたいと思います。Let's enjoy cooking! いちごは薄くスライスして、生クリームは泡立てます。いちごのヘタを取って薄くスライスしていきます。いちごのスライスと生クリームができました。せーの、こちらです。キティちゃんの形のスポンジが2枚と、キティちゃんのリボンとチョコペンです。まずチョコペンは湯煎しておきます。紙を剥がします。生クリームを塗っていちごを並べます。たっぷり塗ります。いちごを隙間なく並べていきます。パズル。上にクリームをさらにのせます。よし、できました。もう半分のスポンジをのせます。お、太い。ホイップクリームを全体に塗ります。いっぱいのせます。もっといっぱいのせます。わー、すごい量だねこれ。飾り付けをします。もう最後か。ほら、 OK。 チョコペンの先を切ります。できた。世界に一つのケーキ参上。どうぞどうぞ。周りにイチゴを飾ります。完成しました。結構高さのあるケーキになりました。7センチないぐらいです。では試食をします。せーの、いただきます。リアル。食べます。いちご食べます。うわ、おいしい。チョコを半分にします。あ、おいしい、おいしい、おいしい。チョコはいちご味で、いちごチップみたいな。スポンジは結構固めでしっかりしています。いちご。おいしい。わあ。目玉。固まってる。おいしい。なあ、目玉なった。おいしい。カリカリ。ごちそうさまでした。
デコって遊ぼハローキティハンドメイドケーキの紹介でした。バイバーイ。また見てね。おいしいよ。おいしいよ。